皆さんおはようございます。労働組合法入門の13を始めさせていただきます。今日は、あの、第3章ということで、団体交渉権の中に入っていきます。まあ、団体交渉権というのは、まさにですね、えー、労働組合とですね、えー、使用者側がですね、話し合いをしてですね、ものを決めていくということですから、 私は非常に大事な、団体交渉権って非常に大事な権利だということだと思,思っています。権利ということはどういうことかというとですね、えー、後で詳しく話しますけど、要するに団体交渉ということを労働組合が申し入れたら、使用者側はそれを、えー、拒まないということですからね、権利があるということは、それに対する義務が発生すると。 ということですから経営者側はそれを拒まないということですだから交渉権というんですねそういう法,法律っていうのはそういう権利というふうに認め,て認めるということはそういうことだということをまず大前提として理解しておいてください、えー、第三者団体交渉権と でまあ、団体交渉権というのはですね、まあ、端的に言えばですね労働条件その他の労働関係についてですね、えー、労働組合が使用者に対して話し合いに応じろと要求することができる権利だということですね。で団体交渉はですね労働組合の最も重要な活動であり、えー、団体交渉権は労働組合にとってはその存在意義ね そのために存在するんだというようなことを示すような非常に重要な権利だというふうに思われます。この団体交渉権もですね、えー、憲法の28条に保障された権利です。えー、まさにですね、労働三権の中でも中枢的中枢的なですね権利と言えるものだと思います。 で団結権とかですね団体行動権は団体交渉権の行使のためにあるのだと言っても私は過言ではないというふうに思います、えー、少しくどいようですが再度憲法の条文を確認しておきましょう,こうで、ね、憲法第28条勤労者の団結権及び団体行動権とありますが勤労者の団結権利 団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障するとで労働組合法にもです、ね、次の規定があるんですね、えー、6条ですが交渉権限労働組合の代表者または労働組合の委任を受けた者は労働組合または組合員のために使用者またはその団体と 労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有すると、ね、いうことですね。えー、この団体交渉権がですね労働組合法上強化されてですね 労働組合からの団体交渉の申し出をですね使用者が正当な理由なしに、ですね、まあ、正当な理由がなしに拒むと不当労働行為に当たるのですが、ねまあ、正当な理由というのは例えば小さな企業でですね社長さんが全部まあ経営を見ているとその社長さんが病気で倒れちゃったとにもかかわらず団体交渉に応じなきゃいけなかったそれはまあ治るまで待ってくださいというのは当然、正当な理由になるんだと思いますね。 で次に、労働組合法第7条で、えー、不当労働行為としてこれが挙げられているわけです。使用者は次の覚悟にあかれる行為をしてはならないということで、いくつか並べられているわけですが、その第2号にですね、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。これは不当労働行為ということで、労働委員会から、えー、それが、ね、認められれば、 救済命令なんかが出されるということになるわけですね。えー、労働組合がですね、使用者に団体交渉を拒否されたとして、不当労働行為の救済を労働委員会に申し出て,て、えー、それが認められると、使用者にですね、団体横断命令、ね、断交に応じなさいという命令なるものが発生されるわけです。ここで 団体横託命令とはですね、使用者は団体行使に応じなさいというなどの救済命令のことを言いますで次に団体交渉とはですね、団体交渉とは労働組合が使用者またはその団体との労働協約労働条件や労使間のルール等の締結その他の事項に関して交渉することを言います 略して断交と呼ぶことが多いようです。で労働基準法にはですね以下のような規定がありますということです。ただここでちょっとね団体交渉ということの意味なんですが、えー、最近ねあの企業によってはねこの団体交渉というような表現をやめようとみんな労使協議会にすればいいじゃないかというような動きもあるようですが。うーん 私はどうかと思うんですね、団体交渉っていうのは、別にあのストライキをね、進めるという意味じゃないですが、えー、交渉すると、当然やるとで、交渉に応じないときはね、こっちは、あのオリンストライキに訴えますよという姿勢で臨む、ね、強い姿勢で臨むのが、まあ、団体交渉だと、私は理解してですね。で 労使協議会っていうのは要するにまあ労使でねいろんなことを話し合いましょうよということのニュアンスですよね。で、いや、会社側がね、会社側がそういう協議会にしたいなっていうのは分かりますよ。でね、労働組合の方もそれでいいんじゃないのというのはちょっとね、違うんじゃないかなという感じがするわけです。いや、普段はいいんですよ。 普段何もなくて平和な労使関係のもとで,はです、ね、労使協会,会がイメージするようなイメージでです、ね、話し合いが行われたとすればは構わないわけですが、え労使の中ではですねあの人、人も変わるわけですし、企業の状態も変わるわけです。そうするとね、何が起こるか分からないわけですよ。ね、そのときのためにもね、やっぱり基本的には団体交渉をするんだと。ね、最後はその意見も、 場合によっては抜くよというスタイルでやりなさいというふうに私は思いますけどね言葉のニュアンスの問題なんでここはちょっと厳密にはね私も言えないんですけどそんな感じがしておりますこれは今言いましたのは私の個人的な見解です、えー 労働基準法第2条にですね、労働条件の決定ということで、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると。ね、労働基準法に労働、いわゆる個別的労使関係法ですね。これは、要するに労働組合があるとこもないとこも関係なく、一律に規定される労働基準法という法律ですから、労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものであると。 ね。書いてある。で、これ、なぜか、なぜこんなことが書いてあるかというと、基本的には契約ですね。労働契約も契約な。労働条件も契約の中身ですね。ですから、一般法である民法だってですね、やっぱりは原則はですね、対等の立場で契約するものなんですね。売買だって、賃貸借だって、全部対等の立場で契約するもの。ところが、 と,とりわけ労働契約においてはですね、労働者が不利な立場に置かれることが多いからあえてここに書いてあるんだというふうに理解すべきだというふうに思われます、えー、対等の立場とは書かれていますが一般的にはです、ね、雇う側使用者と雇われる側労働者では実質的な力関係は異なるわけです。 えー、つまり労働者の方がですね立場的に弱いことから個々の労働者が個別に労働者と交渉して,してもですね多くの場合はあまり成果は期待できないんですねそのような前提に立って憲法の労働三権や労働組合法は存在してるんです成果が期待できないかっていうのはどういうことかというとねあの2つ側面があるんですね1つは そんな労働条件を上げてくれというふうにね、あ,のある社員が個別に、まあ、誰でもいいですよ、えー、総務担当役員でも社長でもいいですけどね、に行ったとしてもですね、場合によっては睨まれるかなということで、なかなか行けないという意味が一つあります。これは事実上の問題ですね。もう一つは、交渉に行ったとしてもですね、 その相手が話を聞いてくれたとしてもですねそれ以上のことの法的あれはないわけですねないしえ話を聞いてくれたっていや向こうはそんなことは聞く義務はありませんよと言われたらおしまいなわけですねという意味で成果が期待できないんですねそれから場合によっては人の一人がねいや俺はんな話聞いてくれないんだったら 会社に出てこないよと言ってもね、それ一1人だけそんなことやったって大した力にはならないわけですいや。中にはね、その会社にはなくてはならないようなね、すごい技術を持ったような人がね、そういうことをやればですね、えー、そういう成果もあるかもしれませんけど、まあ、通常はそんなことは想定できないわけですね、一般的にはね。で、まあそこでね、より多くの労働者が団結して労働組合を作って、 集団的に使用者と労働者とその条件に関する取引をする団体交渉に期待がかかるのですで後ほど述べる団体行動権のうち総意権いわゆるストライキですねこれをバックに交渉すればその力はさらに高まるとされていますいいですかストライキが目的じゃありませんからね 中にはストライキーやらない労働組合だとおかしいって言われる方がいますけど、ストライキーは目的じゃないんです。ね。ストライキ、ストライキーを、ね、えー、ス,ストライキする権限があるんだよと。だからあんまりあなたたちの対応がおかしかったら、ストライキーやれる権限が我々にはあるんだよと。法的にも許されてるんだよと。いうことを持ってるということでね、強力な武器になる。 よく表現が悪いですけどねいわゆるなんとかの抑止力と同じですよ、ね、ストライキ権があるんだということだけで力があるということです、ね、そう思います私たちが普通に暮らしている市民社会では一般的には他人例えば隣人との交渉が義務付けられることはありませんし まして強要されることもありませんそうですよ、ね、我々がですね、えー、隣近所と、それ仲良くしますよ、それは仲良くした方がいいですもんね、そこで暮らしやすいですからね。ですけど、それは法律に、法的に義務付けられてることはではないし、仲良くしなさいということです、裁判所から命令されることもないし、ねということなんですね。 で交渉するか交渉するにしても誰と交渉するかこれそれから交渉の防止に対してもそれに応ずるか否かもう基本的には各人の自由なわけです。えつまりですね市民社会の一般的な法律の建前ね普通の法律の建前からは団体交渉権などという権利は存在しないし それに対応する団団交大を要するに団体交渉の申し入れがあったらそれに応ずる義務も存在しないんですね。しかし憲法などが認めた団体交渉権は労働組合という団体がですね特別に持つ権利なんです。労働組合の使用者に対する交渉をしたいとの申し入れに対してはですね原則さっきの政党の理由がある場合はちょっと別でしょうけど 原則使用者は交渉のテーブルに使わなくてはならないんですねで、これは労働組合の持つ協力かつ特別な力と言えるでしょうただですよ労働組合の申し入れを全部受けなきゃいかんかということではないんですよ当然話し合ってですねどこかでだけするということを目指してやるわけですね とととということだといううここだでありますで次に団体交渉の当事者ですが、えー、団体交渉の当事者というのはですねここで言っている法的な意味はですね、えー、自らの名において交渉を行い、ね、自分名義で交渉を行って その成果物である労働協約を締結する主体となるもののことを言いますと。団体公社の当事者においては労働組合法に規定があります。繰り返しになりますが引用しておきましょうということで、えー、交渉権限というのは6条に書かれています。労働組合の代表者または労働組合の委任を受けた者は、労働組合または組合員のために使用者または その団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有すると。ね。団体交渉の当事者は、あくまで、その、交渉を担当するものとはちょっと法的意味が違うんですね。え、要するに最終的に労働協約の締結は誰と誰がするかというと、労働組合と その会社がすするんですよねでじゃあ代表者はど誰かというと労働組合の代表者はまあ通常は労働組合の委員長さんとかね言うんでしょう組合委員長こととかいろいろ言うんでしょうし会社は代表取締役社長であることが多いんだと思うんですが、えー、その辺のね、えー、法的なニュアンスですね。 違いいは理解してくださねでその上で4番目の団体交渉の担当者ということに触れます実際に、えー、団体交渉をする人という意味ですねで労働者側の当事者としてはですね、えー、さっきも言いましたように当事者はですね団体交渉で労働者側の当事者となるのは労働組合ですでた単位組合ね 要するにまさに個々人がですね、集まって作った労働組合は当然ですがその上部団体である連合体もですね、労働組合法上の労働組合の要件を備えておりですね、かつ連合体に加盟している組合に統制力を持つ者はですね、連合体独自の問題ならびに加盟組合に共通する問題については当事者となり得ます。 例えば、いろんな工場に、えー、炭素というね、労働組合があったとしますね。でそれの連合体として、まあ、本社にの近くに本部を持つね、えー、連合体というものがありますねで。その連合体は、例えば、あ例えば春闘でね、全、え、社、ー、要求の,そのベースアップがいくらにしろだとかね、それからこういう福利構成を施設を作,作れとかですね。 こういったことは当然、ここの炭素が交渉しても仕方がありませんので、その相手がするその事業所のね、長もそんなことをする、決める権限もないわけですから、やっぱりまとまってですね、その連合体が交渉するわけです。ね。そういうことですね。また、規約に定めがあれば、単位組合独自の問題についても、 だから規約の中にね労働組合規約の中に、えー、交渉権限を上部、まあ、団体に委譲するとねだから上部団体がやってくださいというふうになってればですね当事者になりえるということですねで例えば日本ではですね労働組合の多くがですね産業別の労働組合を持っています。 でそしてその上部団体そのものがですね独自に労働組合と認められる場合があるのです。でこれね、えー、いろいろ、まあ、形態があるんです、日本はね。日本の場合には、はその、産別と言われるやつに、産別と言われる組織にもいろんな形態があります。だから実際にはね、えー、よく昔あの、私鉄が長くストライキやったことがありますよね。あの時はまさに 私鉄のこういう連合的な団体とですね労働組合団体とそれから私鉄の使用者団体がまあ交渉をしたわけですねでなおここで単位組合とはですね労働組合の連合組織の中で最下部の単位をなす組合のことを言いますそこでは独自の規約だとか役員を持ちですね独立した活動をなす 組合のことです略して「炭素」などとも呼ばれています。で上部団体でもですね単なる連絡協議会のような組織のものは当事者にはなり得ないと解されています。何かといったらですね、えー、いろんなまあ内容も違うしただ相互連絡してね労働,者どうした労働組合同士だから、うん、時には勉強会をしたりですね 情報交換をしたりしてですねそういうような、まあ、まさに連絡協議会というようなものはですね当事者にはなり得ないというふうに理解されております、まあ、この辺の区分もねなかなか難しいものですがだから教科書的にはこう言えるんですがじゃあ,あここはどうなんだといった時には、ね、やっぱりいろいろ実質的な判断が入るということです。 でそれではですね単位組合の下部組織の場合はどうでしょうといわゆるあの職場交渉とかですね貸し部交渉と呼ばれるものですで交渉権や組合規約などで与えられていればですねその限度において団体交渉権は持ちますしかしこの場合もですねそれ自体として労働組合としての実態を持たないものは 団体交渉の結果に基づく労働協約が締結できないと考えられています、えー、これはね私はの思,思い出話なんですけどねあの私がある事業所のですね、えー、まあ、いわゆる現業の方々の人事の、まあ、管理をする 責任,者責任者というかね、まあ、管理職になった時にですねその自分の部下たちはです、ね、その要因協定というのがあるんですよね。各職場でこの仕事を何名でやりますというのが要因協定があ,るというのがあるんですね。その要因協定を結ぶためにですね例えばもう、えー、設備が機械化されたら要員が少なくなるとかですね増産する時には要員が多くなるとかですね。それを 個別に交渉するわけですよだからどんな小さな職場であろうがどんな大きな職場であろうがですね全部それをその本体の労務とですねそれから本体の労働組合が交渉するわけです実質的な交渉をねそうするとねそういうことがこう多くなってくるとねもう両方とも大変なわけです なぜ大変かって言ったらね、普段その,その職場での仕事を経験してない、見たこともない人間がですね、その、交渉するわけですから、そのためにはですね、えー、その労務の担当者も、それからそれを受ける、そこのを担当する執行員もですね、 大変なわけですね。いろいろ調べたり、いろいろ聞いたりしてね、ね、えー、適正かどうか判断をしなきゃ。で、これはね、すごく大変なことなんですよ。で、そのためにね、みんなもう、まあ当時ですからね、まあサービス産業もいいところ、いいところですよ。ね。今で言うとこのブラック企業に近いような状況だと、だと私は思いますけどね。 でこれじゃね、なんか私は自分の部下を殺してしまうんじゃないかと思ってです、ねえー、労働組合にです、ねまあ、その後、あのー、改定を申し入れた。で、だから大きな組織、まあ、それはちょっと細かい話になりますが簡単に言ますと、大きな組織を、ね、変える時には、本体と、えー、本体の,その労務とです、ね、それから本体の労働組合で交渉しましょうと。 でその代わりあの日々、ね、行われるには小さな組織改定だとか要因改定についてはですね、えー、工,場工場なり室、ねえー、なりそういった単位の職制とそこの支部長さんという方がいらっしゃるけど支部があるわけですねそことまず交渉しましょうよと、ね、でそこでその職場をよく知っている人がねあこれならいいんじゃないのと。 別にね、労働、これ、以前とやって労働協会になるわけじゃないし、この説明に入ることによって便利になるわけだから、できるんじゃないのというふうにテストなんかもしてですね、やった結果、OK なら、それ以上ね、その、年素人が入っていろいろヘリクス述べることはないんじゃないかというような取り決めをしようとしたんですね。で、結果的にはその取り決めをすることでやることになったんですけどね、その時にね、やっぱり、 その労働組合のね、うん、あの偉い人たちねその、脅しを召した偉い方、が、ね、偉い反対がありましたよ。それは何かと言うとね、いい意味ではね、我々労働組合の本体がね、やっぱり支部を持ってるんだと。そんなことを支部に任せるとね、支部はやっぱりそのそこの職場の何て言うんですか、その 職生の部下なくてですね、支部長というのも、ね部。部下なだから圧力に負けてしまうというようなことを言うわけですね。で、それでね、私はそのその時あの、その工場長やなんかがみんな集,集まってもらってね、労使関係っていうのはこういうもんだと、で労働、えー、労使が話し合うってうこういうもんだということを一生懸命教育をさせていただきました。 それで実施しましたらですね、大変うまくいきましたですね。というのは、えー、その職場の,その支部長さんもね、その若い執行委員に、若いの先住者の執行委員にね、いちいち説明をしたいわけが。それから、その人は支部長でもあり、その職場の代表者でもあるから、今度は労務の人間に対してもですね、 同じことを説明しちゃなきゃいけない。ね。それだけでもえらい時間がかかるわけです。か確かにね、その、そのローだとか、その本体の労働組合の役員にとっては勉強になるかもしれませんよ。だからそんなことのためにですね、もえらい時間を使って、労力を使ってですね、みんな体おかしくしちゃう困るわけですよ。ね。で、 えーまあ、そういったことでそういうことをやりました。も最初は抵抗がありましたけどね。やっぱり老子関係っていうのもやっぱりそういうふうに変えていかない。ところがやっぱりなかなか老子関係っていうのは、ね、の既得権というのがありましてね。なかなか難しいんですがあー時代に合わせて変えていかなきゃいけないなというふうには思いますね。えー、あちょっと字が飛びましたけど。 えー、で要するに交渉権限がね組合規約などで与えられていればその限度において団体交渉権は持ちますとしかしこの場合もそれ自体として労働組合としての実態を持たないものは団体交渉の結果に基づく労働協約は締結できないと考えられますだからこれはねまあその時も私も思いましたこれはちょっとそこはちょっと引っかかるかもしれないなとその支部というのがね労働組合としての 本当の性格を備えているかどうかっていうのについては、私もまだちょっと勉強不足で、えー、確信がまだなかったんで、じゃあ、その最終的な書面的なね、締結は、それじゃ本部とね、やりましょうと。ね。えー、こういうことで、えー、支部から了解ということで上がってますと。で、だ支部からいろいろ苦情が出てきた時はね、えー、ちゃんと本部とあー労務でもう一度やり直しましょうと。ということでやりましたけど、ほとんど支部からそういうことは出てきませんでしたね。 まあ、そういうことです。で、次に、使用者側の当事者ということですが、先に条文で確認しましたように、使用者の側で団体交渉の当事者となるのは、使用者またはその団体です,とです、ね。当事者はそうですね。そこで、使用者とは、労働契約の一方の当事者であり、具体的には個人企業の場合には、その企業主、個人ですね。それから、法人企業の場合は、法人自体です。 人間じゃなくて何々株式会社という法人法が作った人ですよねを指しますそしてその団体というのはですね加盟している使用者に対して統制力を持ち、ね、そのために団体交渉する権限を持った団体のことでありますで日本ではですね実際には使用者団体がですねさっきの施の設なんかの場合が例がありましたけど 団体交渉の当事者としてその使用者団体がですね当事者として登場することはあまり多くありませんでここでも単なる連絡協議会のようなものはですね組織には当たらないと解釈されていますというのはですね要するに同じ産業でもですね労働条件なんかでも違うわけですよね、えー、ですからそういう連絡協議会のようなものがですね、えー、交渉に当たるというのはですね やっぱり不,不適切をですし責任も持ってませんからね、えー、回答するためにはまあいろんな財源が必要なそういうことも、えー、権力権限があるわけではありませんからね決定権限がない人が交渉したとしょうがないわけですからまあそのため労働者の基本的な労働条件について労働契約上労働契約の上での使用者と 部分的とはいえ同志できる程度に現実的かつ具体的に支配決定することができる地位にある場合には労働組合ナー条の使用者に該当する可能性があると判例は前に紹介したとおりでありますと。ね、え要するに形じゃなくて権限だということですね。 で次に、ね、ああの労働者側の担当者ですね当事者の担当者で労働者側で団体交渉の担当者とはですね前に述べました労働組合法6条の労働組合の代表者または労働組合の委任を受けたものですとで前段の労働組合の代表者というのはですね 対外的に組合を代表するものよく使われる名称としてはですね執行委員長長とか組合委員長だけではありませんで当該労働組合で当然に交渉の委任になりうるとされているもの例えば副委員長だとか職長等の組合三役とかそれから執行委員と言われる人もね含まれるわけですね。いいですかあのー 要するに役員さんです、皆さんがね、組合員が,組合員が信頼して投票した役員さんだということですね。でもしかしながら、彼らが交渉の妥結権限やですね、労働憲法の締結権限までも当然に有するものではないことには留意が必要です。というのはね、交渉はしますよと。でじゃあ、この結果で妥結するかどうかというのについては、もう一度ね、 執行委員会で確認する必要があるとかですね、から、いや、組合、大会で確認しなきゃなんとかですね、まあ、いろいろ、まあ、組合の中では、要するに民主的にね、それを決定していく権限というのがあ分散されてあるわけですから、当然になんかね、交渉権限を持ったものが妥結権だとか、労働協約をね、最終的に締結する権限があるというふうにね、早と知事しないようにしてください。 それからあの、講談にあります労働組合の委任を受けた者の範囲は特に制限はありません。組合員でもそれ以外でも構いません。ですから、労働組合の委任を受けていればです、ね、弁護士や上部団体の役員なども出席することができます。でここですけどね、弁護士やと書いたんですけどね、私なんかがですね、いわゆる特定社会保険労務士という資格ですけどね、 実はあのこの他の他にね弁護士法というのがあってですねそういう,こう交渉代理ね法律的な交渉の代理のねあれはそのお金をもらってねやるのはね弁護士さんしかだめだっていうのがあるんですよね。ですから私はですね代理はできないんです。 代理はできないんで、いつも、こういうことにね、関わるときには、事前にね、相談に応ずるか、で、交渉に出てもですよ、隣に、交渉する、まあ、社長さんとか総務部長さんがいらっしゃって、その方にいろいろ、アドバイス、横でアドバイスをするということしかできないんですよね。時々ちょっとイライラするんですけどね。まあ、最初はね、実はね、 その弁護士法という存在をね、うんと若い頃は若い頃っていうか、まあ、中高年の頃ですが知らなくてね、何回かやったことあるんですけどね、あの、こういうのはね、す, <laughs> すいません、弁護士さんが聞かれてたらですね、ちょっと勘弁してほしいんですけど、申し訳ないけどね、あの労働組合との交渉ならね、申し訳ないけど、まあ、 成り立つの弁護士さんのね、よりは、私の方が力あると思いますよ。自信を持って言えますからね。あの、何でも僕は、私あの、日本の弁護士さんはね、その、権限を独占しすぎだったというふうに、ちょっと思ってるとこありましたね。あの、よく若い弁護士さんなんかとも話することあるんですけどね。 この人本当に労働法の本当のところは分かってんのかなとかですね、えー、要するに労働者のことが本当に分かってんのかなとかですねそれから労,労,労働担当者っていうのはどういう発想をするのか分かってんのかなっていうのが非常にあ,あることがあるんですね私の友人にも弁護士さんがいましたねその方がよく私に相談に来るんですけどね、えーえーあのー まあね確かに私どもの社会の中にもねいろんな得意不得意がありますんでねあれですけどもう少しねあの権限を譲っていただければですね、えー、私なんかもこういう仕事をやりたいなというふうに思うことがあるんですよねやっぱり有効でねアドバイスだするだけじゃ、あのーえー、<laughs> やりにくいんですよね。 という個人的な感じを持っております、ねえー。でもなかなかあれでしょうね、弁護士さんもそういう既得権は譲らないでしょうね。たださ,弁護たださ最近、弁護士さんがね、あのえー、司法制度改革で、ね、たくさん弁護士さんが生まれてきましたからね、えー、なかなか仕事も、ねえー、あるでしょうから、そう簡単に譲ってくれないでしょうけど。 まあ、これは単なるじい、えー、さんの愚痴ですあのもう今この年になってね、えー、決起したにあの単体交渉に出てこうなんて気はありませんので、えー、<coughs> 昔若い頃の私はそう思いましたというだけでの話ですすいませんいろいろ余計なことに入りまして。 でこの点についてですね労働協約で第三者交渉委任禁止約款という条項が設けられることがありますでこれは組合以外にはですね交渉を委任しないという趣旨のものですでこの効力については争いがありますでどういうことかというとですね まあ、例えば小さな組合がですね自分たちだけでは交渉権限がないんで交渉いや権限はあるけど交渉する力がないんでね上部団体にその団体交渉に出てきてって代わりに交渉にしてもらいたいと思う組合もあるかもしれないで,で使用者ってど,どちらかというとね その外部の人間とは交渉した日本の経営者特にそうだと思うんですよね。シャイなんですよね。シャイだし、それに、まあ、正直言って、そんなプロに出てくると自信がないというところもあるのかもしれませんけどね。で、それから組合自身もね、自分たちのことが自分でやりたいなというところもあると思うんですね。ということで、その第三者、この雇用、 交渉委任約款というのをですね労働組合と使用者が協定で結ぶことがあるんですね。じゃあそれは効力があるのかということがあの学説上も議論にでこの問題に関してはですね交渉担当者の選任は労働組合の内部で決める問題であり対抗関係にある使用者との協約によって制約することは 憲法28条の保障する団体交渉権に対する不当な制限であり無効と解する説があります。えー、私が昔、えー、本当大昔ですが学生時代に習った先生も学説もそうでした。えー で私はですね、しかしながらこの規定はですね団体交渉の当事者を制約するものではなくあくまで手続き面でね交渉担当者に関する当事者間の自主的な合意であることから有効だと考えますであくまでね労使の自治は極力尊重されるものだと考えますただしこれはこれに関しては少数意見かもしれませんというのはですね えー、確かにね、労働組合が作ったばかりの時にはね、会社からそういう申し出があって、そんなものかなっていうことでも、それを結んでしまうことがあるかもしれないけど、えー、それぞれね、やはり自分たちで決めたことですからね、まあ、とにかくしばらくは守りましょうよ、どうしても都合が悪かったら、その協約を解消すべくでね、交渉をまたすればいいんですよ。ね 力があるんだから労働組合は。ね。で、しかもね、あの、成熟したね、ちゃんと立派な労働組合、立派な労働組合っては表はいいですけど、力を持った労働組合はね、そんなね、第三者の力なんか借りなくたってね、立派に交渉されますよ。ね。それから会社側もね、あの、 力が、そういうことに慣れてないときはですね、やっぱり弁護士さんなんかに交渉担当を頼んだりしますよね。ええー。ええー、だけど、大手のね、大手のローム屋、<laughs> ローム屋って私、ローム屋ー名乗ってますんで、あなんですけど、ーーですけどね、大手のローム屋はね、そんな恥ずかしいことしませんよ。ね。自分たちが交渉能力を一番持ってると。 自分たちのことが、自分たちが一番、えー、会社側としたらね、組合のこ組合員のことも考えて仕事をしてるという自負がありますからね。そんなことを他人に譲ったりはしません。そういうもの同士がね、結んだこういう約款なら、十分尊重すべきじゃないかなと。ね。いうふうに思います。えー、どうもね、これはなんか少数意見かもしれませんね。 というか、労働組合は弱いんだから、ね、弱いんだからっていうような発想で、ね、こういうことが出てくると思うんですけど、そんなね、今の労働組合はね、必ずしも弱いからありませんよ、ね。成熟した労働組合は弱い、弱いなんてことありませんよ。会社も非常に尊重してますしね。だから、いつまでもその弱いんだって発想をね、 しっかりした労使関係ができたところでも弱いんだという発想をねいつまでも持ち続けるんだというのはちょっとやっぱ違うんじゃないかなという気がしますねだからここも私の個人的な意見ですけどねえおそらく批判する人は批判するんでしょうそれから使用者側の担当者ですね 労働者側の担当者については労働組合法6条に規定がありますが、使用者側の担当者については労働組合法に特に規定がありません。ですから、個人企業における当該個人ですね、法人企業における代表権を持つ取締役が該当するのは言うまでもありません。これは当然ですね。その他にも、各々の企業組織において交渉権限を与えられているものが、 該当すすると解釈されます例えば労務担当取締役とか、ね、労働部長などが体育名に対しては社長代理ということの何か名前を持ってね交渉の任にあたる例が見受けられますでこれはね労働部長だけじゃなくてですね僕は私はまあ労,労働の課,課長だってですねえきちっとお互いが認めればですね交渉の任にあたって構わないと。 いうふうに理解をしていますで。要するにね、交渉する力があるかどうかですよ。例えばですよ、えー、会長が出てでてもね、あいいですと、それは了解しました、ね。もし、もし上が了解しなかったらね、私がね、上を説得するからっていう力があるんです。 意識を持っていいればいいわけですよ逆にねいくら偉い人が出てきてもね俺一人じゃ決めれないんだということでねその場でね何にも話しできないじゃ困るわけですよだから名前じゃないですねやっぱりね交渉する力がある人が出てこないと労働組合としてはそんな人と交渉したって意味がないわけですね その会社における形式的な地位が低くだって、その人と交渉すればね、あの物事が妥結してうまくいくんだってたら、やっぱその交渉、人を信じて交渉すればいいんですよ。私はそういう考え方ですね。いや、それは生意気だ、だと言われるかもしれませんが、あの、いやいや、生意気だと言われたこともありますけどね。<laughs> そういうことだと思うんですよ。あの、 ここでもまた余計なことを言いますけどね。私がね、常に思ってたのはね、自分はね、いや別に労働組合はあれしてるわけじゃないですよ。立派な労働組合ですよ。私の前を歩いたのはみんな、皆さんで立派な労働組合であり、労働組合の役員でしたけれども、役員の方でしたけど、私はね、えー、自分の方が、労働組合の側に座ってる人たちよりも、職場のことは考えてるんだと。ね。 負けないぞっていうぐらいの気持ちでですね、交渉をしておりました。ね。いや、どれだけのことができたかどうかは別ですよ。気合としてはそうだと、えー。私はそういう精神論者でありますから。まあ、この講座を聞いていただいている方はですね、皆さん、こうしてちょっと精神論者だなというふうに思われるかもしれませんけど、やっぱりそのぐらいの気合を持ってね、やらなきゃダメですよ。 だって人の他人様の労働条件を決めるんですもん。他人様の生き方を場合によっては影響させることを決めるんですもん。ね。そんなね、表現悪いですけどね、サラリーマン感覚でやっちゃいけませんよ、まあいい。また余計なこと言っちゃいました。いずれにしてもですね、団体交渉について交渉担当能力を有している者が誰も出席せずですね、その能力のないような地位の者だけが出席させることは、不誠実断行とされる恐れがありますと。 要するに何を聞いても、あ社長さんにも確認します、ね。何を聞いても、えー、今、この場ではお答えできません。いや、それはそういうこともあると思うんですよ。そういうこともあると思うんですが、何を聞いても全部そうだと。ね。いうことでは、これはどう見たって不誠実な断行だと。断行をやってないに等しいということでね、えー、言われても仕方がないと思いますね。 ですから、一方、交渉担当能力があり、ね、断交事項について十分な議論を行えるものであれば、ですね、必ずしも代表取締役か取締役が出席する必要があるものではないと考えられます。でただ、ね、これは、まあ、あの私の個人的な意見じゃなくてね、ね、うん、基本的に正当な考え方だと思いますね。えー、もう時効ですから、ね、ちょっと1つ例をお話し,しますとね。 ある会社で、1人の人だけがですね、ある某労働組合に入ったんですよ。ね、でそのことは自体がいいのはいじゃないんですかその人の自由ですからね。でそこの、えー、入った労働組合から交渉を申し入れ,られたんですね。で、そこの社長はねあ、やっぱり労働組合の代表者から申し入れを受けたんだから、やっぱり。 代表取締役である自分がね、交渉に出なきゃいけんと思って出たんですよね。そしたら、まあ申し訳ないけど、その労働組、社長さんはまあ、ギリシアの叩き上げの社長さんですから、労働法の知識もなければ労働組合法の知識もないわけですよ。ね、それからいろんな論文理に関しても、そんなね、知識がないわけです。そうするとね、正直言って何も答えられないんですよ。 そうするとね、どうなってくるかというとねもう,う最初はねそれは交渉を申し上げたんだから出なきゃいかんと思って出るわけですけどそのうちね怖くなってくるわけですよ。何にも自分が答えられないと。しかし内心はそう思ってないとね自分にも言い分はあるんだけど知識がないしそういう交渉能力もないから困っちゃうわけです。 その方にあの私、相談を受けましてね、えー、そこでちょっとあの遠隔だったんでね、いつでも交渉に私が参加するわけにいかないんで、えー、私の非常に信頼できる方をね、えー、総務部,部長としてね、えー、紹介したんですよね。 そしたらその総務部長が、あのー、交渉をしてですね、えー、いいきちっとあの納めたんで、しばらくかかりましたけどね。だからやっぱりね、その社長はね、ほっとしたそうですよ。あのー、<laughs> 冗談ですけどその、その方の人生においてはです、ね、これほどきつかったことはなかったみたいですね。えー でそこで思うのはねあの、いや、相手が本当に不誠実な,不誠実な使用者だなと思うならね、労働組合もいろいろ厳しくね、迫ってもいいと思うんですが、相手が本当にあそういうことに長けてないということであればね、親切に教えてあげればいいんですね。社長さん、ここここううううういいいにに労働組合がいた時には、こういうふうなことを調べて、て、やっ 話をしてくれればいいんですよとかですね、私ならそうしますね。知らないことも、喉も知らないのかとかですね,ね、やったんじゃそれは交渉になりませんよ。ね、そしたらやっぱりその人がね、やりたくない、やりたくないと思っちゃうからね、やっぱり逃げたくなりますよね。だから、え別にあの、 その労働組合をね、批判するだけじゃないんですが、やっぱり、あの、何件か私も経験しました。どっちかって、やっぱり、あの、技術一筋でね、やってきたような社長さんっているんですよね。かといってその、その社長さんがね、えー、そこの職場の皆さんから嫌われてるかって言ったらそんなことないんですよね。信頼を受けてるわけですよ。でも、中に、中にはね、一人二人、 面白くないっていう人が出てきてね、えー、労働組合、他のの、ね、労働組合に飛び込むわけですよ。で、それはそれで仕方がないですそれにしかも権利ですね。で、その労働組合から申し上げなった会社としては、その交渉に応ずる義務があるわけです。これはそこまでいいと思う。だけど、その交渉の中身としてね、なんか、労働組合の方がですね、それはその交渉に来る人はもう交渉のプロですからね。 えー、テクニカルタームと専門用語を使ってどん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 それから労働法規だとかなんかいろいろ持ち出してきてね責めるわけですよ。それに柔軟に対応しようとたってそれは無理ですよ。ね。そういう時はやっぱりきちっとこうこうこうなってるんですよとそれについては皆あの会社のこう,こういうこういうはあこういうところであるんで是正していただけませんか是正を検討していただけませんかっていう対応をすればね その社長だって、あの、精神に対応するんだと思うんですね。ところが、そこまで、おバカかと、ね。お前はそんなことやってるからねその、お前は資本家だとかね、そんな言い方されるとね、それは抵抗がありますよね。話し合いにならんすよ人間的な話し合いになりません。そういうのはね、ですから、 ぜひその辺はね、まあそんな組合はね、そんなにたくさんあると思いませんよ。極小数だと思います。私があったらもう極少数だと思いますけどね。少数の組合の中の一つだと思うんですがあ、ぜひそんなことはあってほしくないなというふうに思いました。というのは結果的に何にもなりませんからね、そんなことやったって。かえって反発を招いてね、えー、そんな労働組合の言うことなんていうことを言う、あの、大ずる 気持ちちなくしちゃいますからねでそれよりもね詳して今節丁寧に説明されてない子は「あそうなんかと」と、まあ、この人たちの言うことはもう分かるなと思ったら、えー、やっぱり譲歩されると思うんですねそうするとその結果などうなるかっていうとその、えー、組合員の処遇が上がったりですね条件労働条件が上がるわけですよ。そそれこそ労働組合が 経済的地位のね向上を目的として団結するというところにまさにね奉納趣旨に合致するわけですよ。ね、決して交渉というのは交渉する人間の自己満足のためにやるもんじゃなくて交渉のバックにいる人たちのためのね、えー、経済的地位を向上させるためにやるわけです。ねまあ、そこをちょっとあの勘違いはされない方がいいだろうなというふうに 個人的には思います。ここも個人的な意見です。まあ幸いにしてね、私があのいわゆる労務屋時代ですねサ、サラリーマンとして労務をやった時代にはですね、相手の労働組合は非常にあのその辺の常識をわきまえておりましてですね、あのきちっとした交渉ができた、ね、倫理かなった交渉ができたと思います。だから私もね、一生懸命、 誠実に交渉に応じようと思いましたね、えー。そういうことだけちょっと付け加えておきますということで,ですね今日もまたいろいろ余計なことを言いまして申し訳ありませんこれはあくまで私の個人的な見解ですね、えー。どうもご清聴ありがとうございましたこれで今日のお話は終わりたいと思います